さあ最後のゲートイン収まって決着の時です。スタートしました。ゴールドアクター、シャケトラ、ラブラドライト、この辺りが出遅れました。さあ先行争いに入っていきます。コースタート、北サンブラック、黒い帽子3番、早く森番手、外からやはり予想通り山勝ライデンが先頭に立ちました。山勝ライデン先頭、北サンブラック、手綱を絞って竹豊、現在2番手です。おっと、内の方からシャケトラかかり気味でここまで盛り返して3番手の一戦です。外からはアドマイアデウス、シュワルグランが続いて、ワンアンドンリー、内からファタモルガーナ、それから8番のタマモベストプレーの外、後ろです。里のダイヤモンドはちょうど中段に続いています。うまくこの辺りで中段で折り合いをつけようという坂の下りです。そして7番のアルバートが続いています。後方グループかなり縦長になりました。当選バジル、内からラブラドライト、それからゴールドアクター、ディーマジェスティ、そして後方は3頭です。スピリッツミノルがここにいて、プロレタリアとシンガリレインボーライン離れました。さあ正面スタンド前に入っています。北サンブラックは現在2番手、この前には山勝ライデンが逃げていますが、前半の 1000m58 秒3、山勝ライデンは速いペース、ハイペースで逃げている北サンブラック。ここで完全に前を見ながらの北サンブラックは、おそらく平均ペースで流れていることでしょう。それを見ながら中段ここにいます。15番の里のダイヤモンド、ちょうど中段で折り合っている、ハイペースで逃げている山勝ライデンですが、その差は4馬身から5馬身ほど。2番手に北サンブラック、武豊、早くもレースを支配するのか。アドマイアデウス、ワンアンドンリー、シャケトラがその後ろにいて、さあピンク色の帽子、外から15番、いつ動くか。里のダイヤモンドは中段で足を溜めています。うわ、かなりの逃げになりました山勝ライデンですが、どこまでこれでいけるのかどうか。皐月賞を制した松山浩平、これだけのリードを取っていきました。離れました。2番手に北サンブラック、逃げているのと同じような展開になっています。その後ろ、ワンアンドンリー、内からアドマイアデウスがいて離れました。シュバルグラン、シャケトラがいて、里のダイヤモンド、北サンブラックとの差は5馬身ほど。いつこのルメールの手が動くのか。内からファタモルガーナ、それからアルバートが続いている。うちの方からはタマモベストプレー、当選バジル、ディーマジェスティ、ラブラドライト、ゴールドアクター、そしてスピリッツミノル、プロレタリアとがいて、後方からレインボーラインの展開。さあその差が詰まってきて、前は6馬身から7馬身のほどの差まで詰まってきました。2番手に北サンブラック、2番手に北サンブラックです。あ、完全にもう前を飲み込もうという北サンブラックは2番手。さあ里のダイヤモンドはどこにいるのか。あ、完全に前を射程に入れているような状況です。山勝ライデンもういっぱいになっている。さあここで今ちらっと外を見て、ここで飲み込んだ北サンブラック、外から里のダイヤモンド、その差は2馬身、その差は2馬身、シュバルグランも差を詰めてきた。さあ北サンブラック連覇か。北サンブラック連覇に向けて、武豊の左口、2馬身のリード、里のダイヤモンド馬体は合わせない。さあ来るぞ北サンブラック、里のダイヤモンド、この2強の決着か。真ん中からはシュバルグラン、しかし北サンブラック先頭、2馬身のリード、外から里のダイヤモンド、真ん中からシュバルグラン、しかし連覇だ連覇だ、北サンブラック連覇達成。最強馬は北サンブラック、里のダイヤモンドは届かなかった北サンブラックです。